皆さんどうも、今回は J1 第28節サンフレッチェ広島対柏レイソルについて振り返っていきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。この試合のサンフレッチェ広島もかなり強かったんじゃないかなと思います。立ち上がりはレイソルのプレッシングに少し苦しんだところはあったんですが、10分過ぎあたりからしっかりとそれをいなしながらレイソルを走らせて押し込むことっていうのもできていましたし、守備の局面でもレイソルがやりたいことをしっかりと封じながら、でなおかつ苦手を押し付けられるレイソルなんですけど、それに対してもしっかり対応を行いながら勝利をつかみ取ることっていうのができたんじゃないかなと思います。じゃあどのようにまずレイソルがプレッシングをかけようとしていたのか、こちらについて振り返っていこうと思います。まずなんですけど、柏レイソルは前節の湘南ベルマーレ戦と同様にサイドハーフをうまくセンターバックに覗かせながらプレッシングをかけることを考慮していたかなと思います。でこれを作り出していく上で重要になってくるのがやっぱり細谷選手だったり小山松選手、彼らになってくるんですが、彼らのプレッシングの口火役をうまく使いながらサイドハーフ山田選手やったりサビオ選手が中野選手やったり佐々木選手に覗いていくことが多くなっていきます。でこの際に細谷選手と小山津選手、彼らは塩谷選手、川辺選手をうまく管理しながら荒木選手、佐々木選手、中野選手に向かっていくことが多くなっていました。で特になんですけど、ここの佐々木選手、中野選手、荒木選手、ここのやり取りがある中で荒木選手がボールを引き取った瞬間に細谷選手やったり小山津選手がプレッシングをかけていくことが多かったかなと思います。ここでうまく荒木選手を狙っていくことっていうのを考えていたんでしょうし、柏レイソルは中野選手やってる佐々木選手、ここにボールを持たせることをあまり考えておらず、ここにしっかりとプレッシングをかけていくことによってボールを回収していくこと、ここの次のパスでボールを回収していくことっていうのを考えていたんじゃないかなと思います。だから川辺選手やったり塩谷選手のところに豊島選手、白井選手が出ていくことっていうのも多かったですし、サビオ選手、山田選手がセンターバックに覗いた場合にはジエゴ選手やったり片山選手、ウィングバック、ボールサイドのウィングバックにはサイドバックが出ていく形っていうのは多かったんじゃないかなと思います。かなり立ち上がりからエネルギーを持ってプレッシングに出ていたんで、サンフレッチェ広島は少し苦しんだんですが、10分過ぎあたりからこのような形でプレスを回避していくことが多くなっていきます。じゃあどのようにプレスを回避していたかっていうと、ここの先ほど言った3センターバックでボールを回していく中で、細谷選手、小山津選手を呼び出すことが多いんですが、ここの荒木選手の左右の振りっていうのはかなり良かったと思いますし、この振りを行っていたことによって山田選手、サビオ選手を引っ張り出すことができるようになっていきます。でこの引っ張り出した先で何が起こっていたかというと、やっぱり東選手だったり新井選手、ここだったら東選手になるんですが、少し低めの位置を取りながら、塩谷選手、東選手、佐々木選手、ここのトライアングルを作って攻撃を組み立てていくことが多くなっていました。でこの際に先ほども言ったように片山選手がウィングバックまで出てくることが多くなってきて、で塩谷選手には豊島選手が出てくることが多くなってくるんで、ここの松本選手、セカンドトップの選手が浮くことが多かったかなと思います。でこれセンターバックが迎撃すればいいじゃんって思うかもしれないんですけど、加藤選手と水田選手、逆のセカンドトップがしっかり2トップっぽくなっていくことによって犬飼選手と小勝選手を止めることができていました。だから瞬間的に松本選手が浮くことが多くありましたし、東選手がワンタッチでこういう風に松本選手に届けたり、佐々木選手がこういう風に背後に落としていったりっていうパスも多く選択することができますし、例えば豊島選手が松本選手まで下がるようだったら塩谷選手でボールを持つことっていうのも叶っていたんじゃないかなと思います。ここのトライアングルをうまく使いながら松本選手に届けるのか、それとも手前の塩谷選手に届けるのか、それとも佐々木選手が背後を選択して松本選手だったり加藤選手を走らせていくのかっていうのはかなり整理されているんじゃないかなと思います。常に柏レイソルに対して3つの選択肢を押し付けながら、でなおかつ片山選手、豊島選手に対して数的優位を常に作り続けながら攻撃を組み立っていくことっていうのが叶っていました。でもう1個あって、それが川辺選手だったり塩谷選手、特に川辺選手なんですけど、川辺選手がこの細谷選手、小山津選手のファーストプレッシングラインの外側に顔を覗かせながらボールを引き取っていくことです。でこれはうまくできるのはやっぱ川辺選手の加入と塩谷選手がセンターハーフで機能している大きな大きなメリットとして働いているんですが、やっぱ荒木選手も
中野選手とのこういうやり取り、もしくは鈴木選手とこういうやり取りの中で、川辺選手、塩谷選手につけることができるようになっているっていう大きな成長もありますし、でここでボールを持った時に、じゃあ何が起こっているかっていうと、白井選手だったり、豊島選手、センターハーフの選手を引っ張り出すことができるようになっていきます。で、レイソルなんですけど、このサビオ選手だったり、ジエゴ選手、ここの縦が割れることが多くあって、でここの縦を割った時に三田選手だったり新井選手がボールを引き取ることっていうのができるようになっていきます。で当然なんですけど、ここも先ほどと同じ文脈で松本選手、加藤選手がこのセンターバックを止めていくことによって、このサイドバックに対して数的優位を作り出すことっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。だから三田選手だったり松本選手がセンターハーフの脇だったりサイドバックの手前だったりでボールを引き取ることっていうのは多くありましたし、それを意図的に上からではなくて下から作り出せるようにサンフレッチェ広島はなっているんで、かなり安定して、でなおかつ出力をうまくコントロールしながら攻撃に出ていくことっていうのができているんじゃないかなと思います。でここからなんですけど、例えば三田選手がここでボールを持った時っていうのは3つ狙う場所っていうのが大体決まっているかなと思います。で最優先で狙う場所っていうのはやっぱり背後になってくるんですけど、サンフレッチェ広島のいいところとしてやっぱ背後を忘れていないっていうのはめちゃめちゃいいなと思います。まあ、だから例えば三田選手がここでボールを持った時には加藤選手だったり新井選手がスプリントで背後を狙っていくことが多くありますし、例えば新井選手がスプリントで背後を狙っていくと中野選手が上がってくる、安全に上がれるようなことができるんで、まあ、ここの背後を狙う意図っていうのをうまく作り出しながら、見出しながらプレーをしているなと改めて感じる一戦でもありました。でここの背後を選択しなかった時っていうのは、まあ、逆サイドの東選手、まあ、逆のウィングバックだったり、まあ、手前の松本選手だったりを使っていくことができるんですが、これなんでできるかっていうと、最優先で加藤選手だったりが背後を狙っていることによってセンターバック犬飼選手だったり片山選手に影響を与えることができるんで、こういう風にラインが下がっていくので、逆サイドだったり、まあ、手前の松本選手だったりっていうのが使えるようになっているんじゃないかなと思います。で当然なんですけど、引っかかる回数っていうのはどうしても背後を狙っていくと多くなってくるんですが、まあ、そこで塩谷選手やってる川辺選手でパサーとなっている三田選手だったり松本選手がセカンドボールの対応として前向きにそれにアタックできていくんで、ここでボールを回収して再び攻撃を作っていくだったり、センターバックを押し出すことができているんで、そのセンターバックを押し出した先でスカのボールを回収して攻撃を続けていくことっていうのは叶っているんじゃないかなと思います。でこれを続けていくとやっぱりレイソルはプレッシングがかけづらくなってくるんで、でそうするとサンフレッチェ広島はウィングバックを高い位置に押し上げていきます。で柏レイソルはサイドハーフをウィングバックに押し下げることが多くなっていたんで、そうすると中野選手だったり佐々木選手、彼らが攻撃参加をしていくことができるようになっていきます。でこの攻撃参加をできるのはやっぱり新井選手、東選手がサイドハーフを引っ張ったことにあると思いますし、まあ、この逆サイドに展開していった時の佐々木選手、中野選手の攻撃参加のタイミングっていうのは抜群に良くて、まあ、だからこそ後ろから湧き出るような攻撃だったり、まあ、トランジションのところでの担保だったり、まあ、厚みのある攻撃っていうのを仕掛けれるようになっているんじゃないかなと思います。まあ、これもそれもやっぱ塩谷選手やってる川辺選手が時間をコントロールしたり、まあ、荒木選手の成長もあって下から丁寧に進んでいくこと、まあ、相手を押し込んでいくことができるようになったからこそ、このような攻撃から崩しを作り出すことができていくんじゃないかなと思います。でこれによってサンフレッチェ広島はかなり柏レイソルを押し込んで押し込んでゴールをこじ上げていましたし、まあ、その中でもレイソルは細谷選手だったりサビオ選手、小山津選手を中心にカウンターで人差しを狙っていたんですけど、まあ、それをうまく止めることができるのが、まあ、中野選手、荒木選手、佐々木選手、塩谷選手で、まあ、本当にレイソルからすると高い壁だったと思いますし、サンフレッチェ広島からすると細谷選手、小山津選手、サビオ選手だったりのカウンターをうまく抑え切ることができたんで、さらに自信が深まる一戦だったんじゃないかなと思います。まあ、それでもやっぱここでぶっ壊してくる細谷選手、小山選手、サビオ選手はとんでもねえなと思う一戦でもありました。でサンフレッチェ広島はプレッシングのところでもかなり優位性を持って進めることができていたんじゃないかなと思います。柏レイソルなんですけど、まあ、4-2-2-2 みたいになってかなりサンフレッチェ広島はこれが苦手なところがあるんですが、それをうまく解消した一戦でもあったんじゃないかなと思いました。まずセットされたハイプレスのところでは加藤選手が犬飼選手だったり小学選手、センターバックの選手を牽制していくこと、
で、三田選手のタスクとして、サイドバックとセンターバック。で、松本選手のタスクとして、センターハーフとサイドバックを管理していくことが多かったかなと思います。まあ、この2人でうまく2枚を見ながら、まあ、走力があるからこそできることなんですけど、この2人で2枚を見ながら、川辺選手だったり塩谷選手が中央の出口を牽制していくことを行っていきます。で、これを行うことによって、この入ってくるサビオ選手、山田選手に対して、佐々木選手、東選手、中野選手、荒井選手で、数的優位の状況で対応することで、降りてくる小山津選手には塩谷選手が対応していくことができるので、まあ、松本選手からすると蹴る場所がなかなかない状況でプレーをしていたと思いますし、まあ、蹴らした先で佐々木選手って、ね、中野選手、荒木選手で回収していくことっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。それでも全部が全部ハイプレスで閉じ込めれるわけではないんで、このようにレイソルが保持をする局面っていうのも生まれてきます。で、レイソルの保持の局面の狙いとして、片山選手だったりジエゴ選手、彼らを高い位置に取らせておいて、山田選手、サビオ選手を内側に寄せて、マーカーの佐々木選手だったり中野選手から距離を取って出口になることっていうのが多くなっていきます。で、その際に 2-2 の土台を作ることが多いんですが、この 2-2 の土台を作る理由として、やっぱ塩谷選手、川辺選手、ここを動かしたいこと、まあ、もしくは三田選手だったり松本選手を内側に寄せることによって、ここの山田選手、サビオ選手の出口を使っていくことっていうのを考えているんじゃないかなと思います。で、その中でこの小山津選手がいろんなところに動いていくんで、なかなか捕まえることは難しかったと思いますし、それをうまく柏レイソルは押し出していくと、縦で、まあ、中央突破で速い攻撃っていうのを仕掛けていくことができるんですが、サンフレッチェ広島はこれをうまく対応することができていました。じゃあどのように対応していたかっていうと、この 5-2-3 っぽくプレッシングをかけていく、まあ、ミドルブロックを作っていく中で、松本選手、加藤選手、三田選手、まあ、逆のセカンドトップがセンターハーフで、センタートップがセンターハーフで、セカンドトップがこの山田選手への縦パスを消していくことによって、外側の片山選手、上がってくる片山選手のところで東選手が対応すること、迎撃を作っていくことで、ここで奪えずとも、こういうふうに平行を使った時に山田選手に対して松本選手、塩谷選手、佐々木選手で奪っていくことによって、迎撃を完成させてショートカウンターに出ていくことっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。で、これを押し付けていくことによって何が起こるかっていうと、片山選手が下がっていくことが多くなっていきます。まあ、もっと言うとサイドバックの選手が下がっていくことが多くなってくるんですが、これが大きな狙いとしてあって、サンフレッチェ広島はこのサイドバックの選手を押し下げた時に、セカンドトップ松本選手だったり三田選手がセンターバックとサイドバック、ここの二度追いを多く繰り返していくことで、その走力があるからこそ東選手がジャンプせずとも内側の山田選手に対して対応していくことっていうのができるようになっていきます。まあ、当然ここの遅れは出てくるんですが、山田選手に対して東選手がしっかりと対応しているんで、片山選手からすると後ろから迫ってくる松本選手がいるんで、プレー選択が早くなりますし、この早くなった先で精度を落とさせることができるんで、まあ、細谷選手に蹴った時には荒木選手が対応することができますし、まあ、ここの中央は塩谷選手と川辺選手でしっかり管理していくことができるんで、まあ、ここでボールを回収することもできますし、まあ、背後に走られたとしても佐々木選手が山田選手まで出ていかずに東選手に任しているんで、常にカバーのポジションを取りながらプレーすることができていて、まあ、だからこそ安定して守備が行えたんじゃないかなと思います。ここの佐々木選手、中野選手をうまく余らせていくことができていたんで、柏レイソルの攻撃を封じることができていましたし、ここの微調整というか、ここの修正もサンフレッチェ広島は施してきて、まあ、うまく苦手な 4-2-2 を封じ込めることっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。やっぱり三田選手っていう松本選手が使われる理由っていうのは、ここの二度追いのところもあると思いますし、まあ、どちらとも走力がある中でやっぱ奪い切れる能力もあるんで、本当になんかとんでもないプレイヤーがいるなと改めて感じる一戦でもありました。まあ、かなり立ち上がりは苦しめられたサンフレッチェ広島だったんですけど、まあ、徐々に落ち着きを取り戻しながら、まあ、自分たちのサッカーを押し出していけば、まあ、しっかり勝ち切ることができるよねと改めて見せつけてくれた一戦だったんじゃないかなと思います。まあ、これで6連勝、首位の背中も捉えましたし、過密日程がある中でどうなるか分かりませんが、まあ、一戦一戦勝ち続けれるように僕たちもしっかりと応援していきましょう。はい、本当にワクワクする試合を毎試合見せてくれるサンフレッチェ広島なんで、ぜひ皆さんこの試合も見返してみてください。はい、
本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。